それよりは優しいな。ダレス様よりも優しいな。そして、ダレス様、ダルク様よりも。ああ、よかった。ああ。なかなか、やるじゃないか。くっ。貴様のような半端者に、我が大望を、邪魔されるとは。確かに僕は、ただの半端者かもしれない。だが、これも僕が、僕自身の意志で選んだ道だ。迷うこともあるだろうが、もう二度と、道を外れたりはしない。甘いな。ファクトとやらの地、思った以上に、業が深そうだ。どういうこと？我が一族と同じように、そうした業は、断ち切れぬもの。所詮は貴様は、呪われた力は、逃れられん。くっ。闇の一族の血ってこと？それは。ダレスタムの血って何？あ、どういうこと？ユーゴ、下がってください。それこそが魔の根源です。え、ダーム来る？ダーム戦ってこと？フィーナ、準備はいい？おお、二人が女神前としていらっしゃる。微妙に服装違うんだな。あ銀のハーモニカ。こんなところで。フィーナちゃんは何それ、祈り？祈りか。なんでレア様だけハーモニカだったの？なんでレア様はハーモニカなの？何かあるのそれ。なんかあんまやっぱ語られてないところ、空中に上がったところとか描いてないから、イースオリジンオリジンがあるんじゃないかこれ。オリジンオリジンがあるんじゃないか。大丈夫か。そっか、アドルが来る前のダームの塔はこんなうねうねしてたんだな。なるほどな。あなかなか屈強な魔物がいたな。この頃の事件も700年も経つと、天空の色、わあ、みじむ天空にいる人たちの語り継ぎからも消えてしまうんだな、ほとんど。わあ、壮大な、壮大な感じにアレンジされてるな。上がっていかれる。またイースが、古代王国イースが天空へ上がっていかれる。そもそも地上の魔物を全滅させればいいんじゃないですか、レア様。そういう考えはないんですか。大元の戦いはどこから始まってるんですか。やっぱオリジンオリジン欲しくないですか。そっか、ユーゴはダルク様ではないんだな。え、でも子孫ってこと？ユーゴの子孫がダルク様ってことだよね、地上だから。ダレス様なんで生きてたの？そしてで天空にいた。え、なんかやっぱ謎が多いな、まだ。なんか解決したように見せかけて解決してねえぞ、全く。なんか繋がってねえとこいっぱいあるぞ。あ、クロス一緒元気になった。ああ、シオン最初、いつ来たの？いつ来た？さっきいたか。いなくなってたのに。それでは本当に、お二人はこのまま地上に。ええ。魔の根源を封じることで、私たちは翼を失いました。あれ本当だ。あれもぎ取られてる。え、そして翼は、私たちの力であり、生命そのもの。やっぱ裸だったってこと？おそらく私たちは、長き眠りにつくでしょう。そして魔の根源の封印も完全なものではありません。その意味では黒真珠をサルモンの神殿に戻すのも危険です。眠りについて私たちと共に、どうか地の底に安置してください。地の底なんだな。そんなありがとう、ユーゴ。あなたのおかげで魔の根源を黒真珠に封じることができました。本当に何とお礼を言っていいのか。いえ、これもお二人と皆の助けがあったからです。それよりも、兄のことは申し訳ありませんでした。どこにも姿が見つからなくて。そっか、殺したわけじゃないもんね。いいのです。それよりも、先ほどのあれ、ダレスの言葉が気になっているようですね。一族、それは女神と呼ばれながら未来を見通せぬ不甲斐ない私たちですが、まあ、ダーナちゃんには劣るということだな。ヒーローの余地はできない。それでもこれだけはわかります。
あなたは魔に近づきながら、それを乗り越えることができました。大丈夫。何があろうと、あなたはあなたです。自分を信じてあげてください。はい。時間ですか？もう、行ってしまわれるのですか？ええ、時間のようです。後のこと、よろしくお願いいたします。どうか、お任せあれ。イース建国より、育成層。未熟な我々を導いていただき、本当にありがとうございました。とんでもありません。導かれたのは、私たちの方です。本当に、今まで、ありがとうございました。レア様、フィーナ様。ユニカ、そんな顔をしないで。いつの日か、必ず私たちも目覚めます。その時にきっと、会えますから。トバッケか。ああ、まあ一応会えてるか。はい。ユニカちゃんがどういうストーリーかわかんないからちょっとあれだな。でもやっぱ、新刊とかの関係じゃなさそう。友人っていう関係っぽいけど、ああ、そのスタイルやるの。そのスタイルやるのね。レア様が必ず上側なんだよね。フィーナちゃんは下側なんだよね。そんな感じですね。ユニカちゃんとは友達だったっぽいな。こうして、イースの地を襲った、最悪は、ひとまず幕を閉じた。ひとまずね。ユーゴたちは女神の言葉通り、眠りについた彼女たちと黒真珠を、地の奥底へと安置し、残された魔力を使って、天空のサルモンの神殿へと帰還することになった。帰還してるな。帰還してるんだ。ロダの木？久しぶりね。パート1以来じゃない。この時代はまだ喋れるんだよね、人と。そうか。もう行ってしまうのかね。ええ。塔が沈黙したことで、サルモンの神殿は本来の高さへ上昇を始めました。今を逃せば、電位魔法による帰還も困難になってしまうでしょう。え、これは困難になったメンバーがいるってこと？寂しくなるな。では、私たちも女神と同じく、しばしの眠りにつくとするか。再び、女神と共に会えることを祈っているよ。ええ、私たちもそう願っています。いつの日か、女神たちが目覚め、再びサルモンの神殿が地上に帰る日がやってくる。それまでの辛抱というわけね。何？それなんですが、僕はこのまま地上に残ろうと思います。おお、来たか。え、ってか、じゃあリコとユニカちゃんもってこと？え、ユーコくん。私もってなる、ミッシャちゃん。いきなり何を言い出すのさ。別に、あんな狭い場所で一生暮らすのはごめんというだけさ。いつ地上に戻れるか分かったもんじゃないからな。ユウコくん、ひょっとしてレア様とフィーナ様のこと見守っていくつもりなの？あ、そっか、そういうことか。それにお兄さんの行方だって心配だろうしね。こら、何勝手に納得してるんだよ。まあまあ、でもそういうことなら僕も一緒に地上に残ろうかな。私もそんなノリでいいの？女神さんたちのことも心配だし、それにここでお別れなんて。なんだか先に言われちゃったけど、私もご一緒させてもらおうかな。レア様とフィーナ様と離れたくないし。言うと思ったぜ。副長、セシリアさん、ラモナさん。ああ、わかった。彼氏なの本当に？ちょっと待って、ガチモンの彼氏か。家族にはよろしく伝えておこう。元気でやるんだよ。ちょっと待って、ひょっとしてロイも残るつもりなの？もう幼馴染かな、このノリだと。あのな、半端なお前を放っておけるわけないだろう。まったく、予想通りのことを言い出しやがって。また子供扱いする。やれやれ、参ったわね。本当はもっとよく考えて決めなさいと言いたいところだけど、あいにくその時間はなさそうね。奏先輩、すいません。カイン様をはじめ、あんたたちの家族には私の方から伝えておくわ。お父さんね、カインファクト。大変だと思うけど、せいぜい頑張りなさいよ。はい。先輩もお元気で。
みんなによろしく。ああ、これで3つの家系は残ることになったのか。で、なんかリコ以外はパートナーいる感じになってるからな。リコ以外はパートナーがいるから子孫が残るのか。ジェンマさん危なかったな。ルタさん危なかったね。子孫が耐えるとこだったね。パートナー見つかったんだね、リコちゃん。ああ、イースオリジン。はい、2020年。最近ですね、任天堂スイッチ版に出てきたということで、最近出たので、やってみようかなというところで、やり始めたという感じですね。いやー、なるほどね。新刊が地上に残ってた理由は分かった。てっきり、イースが浮上した時に一番最初に、分断されて別れたのかなと思ったけど、そうではないんだね。逆に浮上して一回降りてきてるんだな、探索しに。なるほどね。てか降りてくること可能だったんですね、700年前の人たちは。定位魔法うんぬんかんぬんで、それは可能だったんだな。そっか、そこら辺って700年後のランス村とかで廃れてしまってんだな、完全に。そういうことか。いやでもなんか良かったな、こう1と2やったからこそ、これなんかボスとかさ、なんか騎士感のあるものがいっぱいあってさ、良かったなっていう感じですね。逆にこれからやると、あ、でも逆も同じか、これからやってから1と2やっても700年後ってこうなったんだみたいな、そういう感じではあるのか。なるほどな。ダレス様だっけがちょっと謎だな。闇の一族って何、闇って何、闇とは一体っていうところがちょっと残るけどな。まあまだ特に騎士があるとか何も深掘りされてなかったんで、で魔術師とは戦わねえっていうやる気のなさがあったんで、まあ、おそらくはユニカちゃんルートで、分かってくるということだと思われますね、うん、でね、まあ、やってる最中に思って考えていたんですけど、ユニカちゃんルート、まあ、やるんですけど、この後やるんですけど、この後というか次パートからやっていこうとは思うんですが、あのイージーでイージーでやっていこうかなっていうつもりでいます、時間がかかるねっていうだけの話ですね。多分あのワンパンマンが異様に、なんていうのかな、ユーゴとの組み合わせが相性が悪い形になってたと。ユーゴ遠距離だから、なんかやってくる行為に対してユーゴには何の効果もないような、距離取ってくる攻撃方法とかあんまり意味ないような感じだったんで、おそらくユニカちゃんでも同じボスと戦うんだと思うので、じゃないと、あれでもあれか、ん違うか、んいいのか、1と2のボスほぼ全部出揃ってたと思うので、もうこれ以上いないもんね、多分いないと思われるので、多分同じボスと戦うと思うので、ただユニカちゃんは近接武器っていう、魔法が使えない、魔法が使えない、どうやってギミック解くのかな、まあいいや、まあ、ちょっとそういう感じでユニカちゃんルートやっていこうとは思うんですが、ほぼほぼ同じであればボス以外はカットですね。ダンジョンの仕掛けとかちょっとオールカット、あの見どころあるところぐらいしか載せないで、ほぼカットでいこうと思ってます。で、難易度もノーマルか維持か下げていこうかなと思ってますね。さすがに同じボスなんでね、同じボスを同じ難しさでやるのもちょっと時間かかっちゃうんでっていうところで、 To be continued 続くんですね。どうなんだろう、イースオリジン、ユーゴのクリアデータをセーブしました。オリジンより前の話も出てきそうだけどね。タイムアタック、タイムアタックを選んでください。まあここはイース恒例かな、タイムアタックが出るのは。あ、これ何？ランキングってこと？知らん人が、おばはんがいるんだけど、おばはんがいらっしゃるんだけど、マイランク、どういうこと？あ、やってくれてる人？あ、こんにちは、にゃん、にゃん、これ猫でいいの？わからんけど。あー、なんかそういう感じか。ランキングボード？ちょっと待って、セーブされた？ちょっと待って、セーブされた？終わり良ければ全てよしじゃないの？なんで終わりを壊してくるの？全てが台無しになったんだけど。え、何？エラーって、大丈夫？ちょっと、ルル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 、はい、これファルコムじゃないんだよね。ファルコムどこ行ったの？どこに出張してったの？開発委託ですかね。セーブされてますよね。あ、よかった。よかった。幸せだわ。はい、じゃあまあちょっとそんな感じで、次回からユニカちゃんルートをやっていこうと思います。まあちょっとそんな感じで、サクサク進めるような形でやっていこうと思うので、ユーゴよりはパート数は少なくなるかなという予定です。はい。じゃあ、とりあえず、まあ、どうせユニカちゃん言うとやるんで、また、あーだこーで言うと思うんで、一旦ここで、終了としようと思います。ありがとうございました。ありがとうねー。